はいささんこんばんんこばはおじいいですいろんなゲーム機で遊んでいますかはいということで本日ご紹介するのはこちら、まあ、ご紹介というかご紹介の方はもうねあの住んでるんですけれどもお知らせという形になりますはい、えー、こちらですね A スー s の全パッド 3S10 です あれ2回目だぞってね。もうね、でもね、あのー、前のね、ASUS z e 全パッド 3S10 の動画を見てくれてる人なら、あついに届きましたかっていう感じのものだと思います。はい。えー、こちら、ASUS z e 全パッド 3S10 は、海外の EC サイトのトムトップさんの提供でお送りさせていただいております。本当にいつもありがとうございます。ね、再生数が3桁の動画に提供いただくってなぜなんでしょうか。<laughs> 僕が何か中国の大きなブローカーとつながっているんでしょうか残念ながら市内でさえもブローカーどころか友達もいません <laughs> アドレス帳は五つぐらいしか埋まっておりませんはいしかもそのうちの二つが病院です <laughs> えっとですねこちら何かと言いますと、えー、前回ねあの送っていただいたあのー、asus AS のね全パート3 s 10がそのちょっと取り急ぎにあの送りますっていうことで試供品の方やったんですよね だから、あの保護フィルムが貼ってなかったり、ちょっとね、あの裏面にもね、ほんの少し傷あったんですよね。だから、あの,ーあの、まだおいおいねあの、ちゃんとしたやつ送りますっていうことをおっしゃってくださってまして、えおとついかな、昨日かな、にあの届きました。はい。ということで、こちらになります。はい。あのこんな感じで保護シールもね、保護シールというか、あの封印シールも貼ってあります、えー。それではね、早速ちょっと開けていきましょう。これめちゃちゃんとしてるよね。こういう封印シールまで貼ってあるって、なかなかの。 セキュリティがすごいですねやっぱまあ,あの元を正せばねほらもう一回外したらもうあの証拠残るってやつねあのプレイステーションの,あのネジ開けたらあかんところみたいなやつはい、えー、はいそれではね早速開けていこうと思いますそれではどうぞドンおおあああこれ保護シール貼ってないですねまたこれどう見ても うーんあのねこれもしかしたらですけどあのこの ASUS の全パッド 3S10 のまあ言った w i f i バージョンですねこれ w i f i バージョンだから言うと Z500M の方なんですよね 500M の方はもしかしたら保護シールないのかもしれないですねで実は僕ねあのちょっと調べてたんですよその他の案件のことでであのね実はねその保護シールってねあの 普通商品って貼ってて貼るじゃないですか例えば中華 M 機とかでも貼ってるんですけどでもねたまにね中華 M 機でもね貼ってないやつ実はあるんですよね。でそのタブレット関係のやつのねあの日本のどこのサイトだったかな海外でもいくつかあったんですけども実はね保護シールね貼ってないやつもあるらしいんですよたまに。これはうんそのメーカーが貼り忘れてるのか工場のだからミスの外れ機種なのか。 そもそもあのないっていうものもあるようなんですよものによってはうんうんうんだからあのこのエ s スース全パッド 3S10 は保護シールないのかもしれないですねほんほんほんだからあれは試供品だからないとかそういうことではなくてこの全パッド 3S はもともと保護シールがない商品みたいですねうんあの LTE バージョンは多分あるはずなんですよねはい ということで、ちょっと背面なんか見てみましょうか。あ、やっぱ綺麗ですね。あの背面に実はね。この辺にちょっと傷あったんですよ。まあ当然試供品やからですけどね。うん、うん、うん、うんうん。 はいということでねあの美しい商品が届きましただから皆さんのところにも届くものが例えば保護シールがなくてもあのそこはあの焦らないでください、うん、だからといって液晶に傷が入ってるなんて一つもないし非常に綺麗な液晶がうちもこれあの見ての通り届いてますのでそこは安心してくださいはい、えー、こちらの方ね全パッド 3S10 です でえー、型番ですね、品番が Z500M というものになります。えー、Z500LT、えー、かな、何かっていうものが、その LT 版というその、それのバージョンは、ここのマイクロ SD の SIM のところに、えーねあのー、SIM なシムカードですね、あの俗に iPhone とかスマホに入ってる SIM カードを入れて、 その公共電波を使ってあのネット外でもあのネットが楽しめるものになるものが別の商品ですこちらはそれができない Wi-Fi バージョン Z500M の商品になります、えー、こちらの方がまず OS ですね Android の OS が6.0 ただし、これはあの手動のアップデートで7.0にすることができます。これはおじいさんの動画であの細かいあのアップデートのやり方紹介してますので、7.0にしたい人は挙げてください。あと7.0にすることによって、動かないエミュレーター、エミュレーターチャワー、あの <laughs> 動かないゲーム、動かないアンドロイドゲームが動くようになったっていう症例がいくつかありましたので、えー、7.0に上げてもいいと思います。そしてその後、いくつかいろいろエミュレーターとか再度遊んだんですけれども、 え僕が OS を上げたがらないのは OS を上げるとその本体メモリーをこう食ってしまうのでゲームやらレミやらの動きが遅くなってしまうっていうことがあの本体スペックがが低い機種にありがちなんですよねでもこちらもう有余るスペック持ってますので OS を6.0から7.0に上げてもメモリー食いで、えー、他のアプリ等に障害を起こすことはなかったので上げることを推奨します。 ただし、自動でそのネットネットを通してこうダウンロードしてきて、自動でアップデートではない、えー、手動でのアップデートになりますので、当然ある程度の陣中覚悟、おじいさんがいるところの人柱ですね、陣中覚悟がありますので、そこはお気をつけください。それが怖い、壊れるの、ハンデすような怖いという人は6.0を扱ってください。 で CPU がヘキサコアで m t 8 1 7 6 2 1 g h ツと1 7 g h ツの構成になっています。えっと、どっちがいく,いくつでどちらがいくつかというのはちょっとわかんないです。ごめんなさいね。でメモリーが、えー、もう大容量の 4GB。ストリリージが2つから選べます。32GB と 64GB。残念ですが 32GB の方は、えっと、現在もまだ売り切れになっています。こちらは、ね、もう,うちの動画上げたとたんすぐに売り切れになってしまいました。かなりの量売れたようですね。はい で、ディスプレイが9.7インチの IPS 液晶ですで。IPS でもね、かなり綺麗な部類に入るものだと思われます。非常に綺麗です、クリアで。で、視野角も非常に広いです。で、えー、解像度が 2048×1536 ということで、なんとね、2K 解像度。<laughs> すごいよね、2型ですよ、もう、タブレットも。うん。で、えー、サウンドがですね、えー、こちら。 ハイレゾ対応になってます。そしてヘッドホンをつけた時の3.5インチ、えー、弱ですね。につけた時には7.1チャンネルの、えー、サラウンド効果をもたらしてくれます。これはやばかったです。はい。僕、あの今までね、全部の機種で音のことって言ってこなかったんですよ。ただ、レトルトポケットは前に音がついてるからすごくいいよってことは伝えてたんですけども、音のことはね、あの僕、音楽好きなんですけども、正直そんな分かんないんですよ。でも、この7.1チャンネルのこのヘッドホンつけてちょっと聞いたんですけど、ビーツの。 あまりにも今まで聞いた音と違うかったので驚きましたえこれはぜひみんなにも聞いてほしいですヘッドホンつけて音むちゃくちゃいいうんあの坂本龍一さんの,あのエナジーフローの,あのピアノオンリーバージョンのやつ聞いたんですけどももうねあこの CD ってこういう音やったんやっていうぐらい違いましたはいでバッテリーがね大容量の 5900mAh ということでねこれ本当に問題なく長く使うことができます でですねカメラですね,ね、背面のカメラが800万画素、そしてこちら手前の方が500万画素ということになってます。うんえー、以上ですね、なかなかいい感じです。非常にね高スペックで、まずその一般使いには何の問題もなかったです。ブラウザー えー、を見てもまあこう指に対してこうカクカクと遅れることもないですし当たり前ですけど当たり前にすぐグラ、えー、Google Chrome が開いてで検索をすればすぐ結果が出る当然あの家のプロバイダー系プロバイダのその下りのスピードにもいろいろ影響するとは思いますけども、えー、非常に軽快にさっささっと指を 上にするフリックすると画面も動い,動いてついてくるという流れがありましたで。YouTube も問題なく視聴することができます。そして Google プレイが初めから入ってますので、えー、各種エミュレーター、無料エミュレーターなんかもどん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 んサクサク入れれますし、えー、そうですねこの CPU の高さですね cpu の高さとメモリーの多さで最新の、えー、各種レースゲームもすいすい動くことができました。はい で、先ほどちょっと言いましたけど初めの6.0ではちょっとレースゲームで動かないものとかもあったり僕の大好きなピンボールハードディスクとか動かなかったんですけども7.0にすることによって多くのゲームが動くことができました。でエミュレーターに関してもやっぱりね Android の音痴がすごくてでその GPU の方がえっとですね あのリードリームが動かせる GPU が入ってますのでリードリームを入れることができるのでドリームキャストもサクサク動けますでドリームキャストの解像度の2倍表示の、えー、ものでサクサク動きましたものによっては3倍でも動くはずですで PPSSPP がもうむちゃくちゃよく動きますねよくできてますはいで他にもアトミスウェーブの、えー、ドルフィンブルーがほぼほぼ実写並みに動くことができたりとかなかなか僕の好きなゲームがたくさん、えー、サクサク ぬるぬる動きました、うん。という感じですね、振り返ってきまして、非常にね、この全パッド 3S はよく頑張ってくれます。で、まあ、値段をね、さっき言っときますと、32ギガがただ売り切れてるんですよね、こちら32ギガが1万9000円、32ギガが19000円で、2倍のストレージ容量ですね、2倍の64ギガバイトが2万1159円、64ギガバイトが2万1159円。 こちらの方はおじいさんの動画の下に概要欄があります。文字が書いてあるところ、そこにクーポンコードっていうものと、えこちら商品のリンクが貼ってますので、そのリンクから飛んで書いてあるクーポンコードを入れると、えー、この値段になりますので、えー、気をつけてください。そのまま買っちゃうとあの、もうちょっと高い値段になりますので、そこはお気をつけください。リンクから飛んでクーポンコードを入れてください。はい、という感じでですね、まあ、2万1159円で、 まあネットも見れてブラウジングもできてまあエミュレーターも当たり前ですけど今まで紹介してきたエミュレーターとは非にならない動きを見せるっていうことを全て踏まえてあとマイクロ SD カードにも対応してますので 128GB までもうモリモリとゲームもまあ動画データ等も全部入れれるっていうことでスペックも非常に高いこの辺考えるとね あの本当に 21, 円はねかかななり安いかなとでねあのこの動画をまあ、何回かに分けて上げてきたんですけども、えー、本当にねタブレットファンの方ってすごい多いんだなっていうことも改めて思いました。でそういういろんなタブレット持ってるよって人から見てもこれは相当コスパがいいよっていうことあの太鼓判の方はねあの何人かの方かいた頂いてますのであ良かったなと。 で僕も初め紹介するときに、うん「4年前の型落ちやからこれ無理じゃないの?」って僕いつも言うんですけどそれも売れないものを紹介したってあのー、まあ提供様も損するし僕は全然いいんですよそんな、ね、送ってもらって紹介するのには無責任にやるだけやったらいいんですけどそんなね配送料もあるしさ向こうからしたらそんな損するからだいたいほとんどお断りしてるんですよねでもこれはいろいろ自分で調べたら「うんこれ4年前やけどどう考えてもスペックすごい高いし」 その、まあ、1万9,000円台のやつで今アマゾン日本のアマゾンで売ってるものと比べて確実に性能いいんですよね、うん、だからあこれはあの絶対みんなこれ喜ぶわと思って紹介したんですけどやっぱりクロートの方々から見てもやっぱこれは非常にコスパがいいっていうことで実際に、ね、32ギガもう瞬殺で売り切れになってますしあのまあ ななかなかそのタブレットデビューの人または僕みたいにタブレット持ってたけどもうボロボロなっててでもねタブレット買い替えるタイミングって難しいんですよね。 あちょっとしか使えへんしみたいな結構こういう方おられると思うんですけどもそういう方々にまあこのまあ今ちょっと64ギガしかないので21,159円でこんだけの能力持ってる全員耳も動きますよっていうことでなかなか僕はおすすめの機種だと思いますはいで保護フィルムはねなんか多分貼ってないと思いますのでそこで貼ってないなんやこれおじいさんと一緒で貴重品送られてきたんちゃうかって思うかもしれないですけどそこは安心してくださいはい非常に綺麗なものが送られてきますのではい とということで,でね今ねこのトムトップさんなんですが、えっと、今ショッピングカーニバルっていうものをやってますで残念、あのー、残念ながらっていうかさっき言っちゃったんですけど実はねあのものすごい安くなってるんですよ商品がうんで、えっと、実はね、えっと、先日までねあのポーキリの RGB10 がなんと6980円っていう値段でとんでもない金額で売ってたんですよねでそれをうちで紹介したらもうあっという間もう数時間12時間かなの間にも売り切れてしまいまして。 <laughs> なんとねだからむちゃくちゃ安いです今はいそれであの毎日ログインするとポイントもらえたりとかしてポイントはそのままあのー、円で還元されて割引あのクーポンにもすることができますであのー、ポーキディの RGB10 はその6000台のやつは売り切れてしまったんですけど実はねこっそりねポーキディの X15 アンドロイド機のなかなかよくできる子がなんとね1万円で売られてますはいこれもうはよせんとなくなりますよ1万円ですよポーキディの X15 があんだけ動くやつが はいえー、とちょうどここにあるわこれよいしょこれね <laughs> ほこりまみれになってるけど <laughs> うちでは <laughs> 粗雑な扱いですけど <laughs> これこれなんと1万円で売ってますあ,もうありえへんよこれむちゃくちゃ安いからあのこれも早く買わんとなくなりますはい <laughs> えーということなんでねトムトップさんがなかなか面白いセールをやっててでこちらもねトムトップさんの提供でえー お送りりししてま,いりましたであのトム・トップさん本当にねいい噂しか聞かなくてみんなもう,、まあ、うちの動画見てくれて買ったよ買ったよってすごい連絡くれるんですよねでそこでやっぱついてるのがむちゃくちゃ配送早いとこの前はね9日で届いたって人もおられたりもっと早い人もおられて基本僕は2週間で多くの人も2週間で届いたよっていうのがあの多いですはい。 で今ねありなんかもやっぱ安いんですけど、アリエキスプレス、やっぱりね、まだ2、3ヶ月あたあの、上等です。<laughs> だから、安くてもいつ届くかわからんってとこ考えると、こんだけ安くて、まあ、2週間前後で届くっていうこと、そして何より満身なのが、アリエキスプレスはそのクレジットカードしか対応してないんですけど、こちらはあのペイパルですね、相手にカード情報を与えない、ペイパルって中間会社を通して相手,にこう相手のものを買うっていうもの、あと、ウェブマネーっていうあのネットで買えるカードの,あのお金ですね。 プリペイドカードみたいなやつでもあのー、ギフト券みたいなやつでも買えるっていうねとにかくその中国ショップは安いけど怖いんだっていうところに対してあの安心感を与えようとすることにものすごい頑張ってるサイトさん、うん、こんんだけ配送早くてちゃととしてるとか本当ないです、うん、当然それでもあのー、壊れたやつ届きましたっていうコメントもありますそれは僕は隠さないしいいとこばっか言うつもりはないしただそれねやっぱりあります。 うん、これは僕何回も言ってるけど日本商品でも僕はプレステ3と4外れ引いたんで連発でやっぱりね声だけはねどうしても当たり外れはあるしで中国サイトになるとそのやり取りが英語になってしまったりとか。 えー、証拠の提示ですね。あのビデオを撮って YouTube 上げてくださいとか写真送ってくださいというやり取りがありますのでそこはデメリットだと思います。うん、そこも踏まえてもでも、うん、僕もいくつかこう中国サイトでものを買ってきてここまで安心できるサイトってものはなかったので僕はお勧めしてますのでよかったらどうでしょうか、えー。この動画で初めておじいさんのこと知ったよでしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。そちらこちら全パッド 3S10 ですね、えー。ご興味ある方は動画の下の概要欄のリンクから飛んで書いてあるクーポンコードを入力して購入してみて てくださいそれではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。